プロ野球が投球間に時間制限を設けるピッチクロックの導入を検討することが11日、わかった。日本野球機構 NPB と12球団による実行委員会で議論する可能性が浮上した。大リーグで今季から導入され、試合時間短縮に成功。3年後の26年第6回 WBC でも導入が確実視されており、来季以降を視野に運用を模索していく。7月開催の日本プロ野球選手会の臨時大会でも議題に上がる見通しだ。そりゃ WBC でも導入ほぼ確実なんだからされるだろ。NPB は特に試合のテンポクソ遅いし。WBC が導入って書いてるな。こないだの盛り上がりを見てるとどうやっても逆らうことができないのよね。WBC って2026年にやるのかすぐだな。ビビってる投手とかも含めてあの間が好きなんやけどな。間がなくなったらつまらんくなるが。前は野球の醍醐味ってのはわかるけどやりすぎる奴がいるのが悪い。メジャーと同じ時間じゃなくていいけど入れるのは賛成だわ。そんなのより中継にストライクゾーン入れて、正面カメラとストライクゾーン表示も頼むわ。ピッチコムは？ピッチコムなしで導入はやめろや。ピッチコムありきだろあんなん。ピッチコムなしでピッチクロックだけ導入しても違反続出で終わるやろ。メジャー見ててもまだ受け入れられんわ。ワイは別競技館まである。リーグ戦はいいけどプレイオフとか国際試合はなしにしてほしい。大谷トラウトのあれとかピッチクロックありなら台無しなるやろ。でもこれ球場の売り上げ考えたらどうなん。滞在時間減ったら飲食の売り上げめっちゃ減りそうやけど。いいんちゃう。4時間も5時間も見るの大変やし。なんでも MLB の後追いで導入しようとするのになんでセリーグ DH 制は導入しないのか。そんなのよりカメラを正面寄りにしてくれ。変化球とかメジャーや WBC のが見やすいんよ。